この歴史的な会談を韓国の国民はどう受け止めているんでしょうか。ソウルから中継です。はい、パンムンジョム宣言に北朝鮮の完全な非核化を明記したことを評価する声が多い一方、具体的な方法が盛り込まれなかったことへの懸念もあります。韓国の新聞各紙は昨日の会談を大きく伝えていて、朝鮮半島に戦争のない新しい平和の時代が開かれたなどと肯定的な見方が目立ちます。ただ核廃棄について本当に深い議論が交わされたのか疑問に感じるほど、合意文書にはわずかな内容しかなかったと厳しい指摘もあるんです。韓国のムン・ジェイン大統領は来月中旬にアメリカを訪れ、トランプ大統領と会談する方向で調整していて、南北首脳会談の結果を直接説明した上で米朝首脳会談に向けて意見を交わすものとみられます。韓国としては北朝鮮との関係改善にめどがつき、米朝の仲介役として存在感をアピールしたいところです。今後はアメリカ、中国、日本も交え外交総力戦になります。韓国の人たちもその行方に熱い視線を注いでいます。